ありますよ。はい、そうなんですか。こんばんは、カメラ目線でね今日は行きますよ、はい。10月24日月曜日午後7時になりました。しゃべくり松代313回です。今日の松代はですね、非常にやはり秋めいてまいりまして、日は当たっておりましたけれども、かなりこう 寒さを感じるような、だんだんね、山々の木々も色づきまして、秋の風情漂う城下町、信州松代から、何かっこよく言ってるんだからお送りします。しゃべくり松代313回でございます。はい、今日は秋といいますと食欲の秋ですよね。はい、で、食に関しての話題をお送りしたいと思います。フードアナリストについてという題材でございます。早速ゲストの方をご紹介します。長野県でただ一人一級フードアナリスト、中島真紀さんです。よろしくお願いします。松代生まれ、松代育ち、松代在住の中島真紀です、ね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、では早速ですが、はい、中島さん、フードアナリスト、フードコーディネーターですとかね、はいはい、フードプランナーですとか、それから料理研究家みたいな話はよくね、視覚的なことで耳にするんですが、はい、そのフードアナリストというお仕事の内容っていうんですか、はい、いうどのようなことかということで、はい、今二本松さんがおっしゃったフードコーディネーターさんとか、調理師さんとか、調理師さん、はい、作り手の資格だと思うんですけど、ですね、はい、私のフードアナリストというのは消費者目線でこういろいろと食の情報を、収集したりとか情報発信をしたりという仕事です。ああ、なるほどですね。はい、お家を建てることに例えると、はい、調理師さんは大工さん、はいはいね、はい、そうすると設計士さんみたいな感じ。そうですね、設計士と、うんうん、まあ、できた後のお家を評価する人みたいな感じです。はい、例えば具体的にもうちょっと突っ込んで、はい、具体的にリハーサルと違うんですけど、もうそれはもうリハーサル通りなんか喋らないですよ。はい、はい、例えば私がね、事前に、まあ、今日の番組のためにフードアナリストとは何ぞやと、はい、いうところをね、こういろいろこうウィキペディアですとかね調べました。そうすると、はい、まあ、今お話しされたように、はい、いわゆる調理師さん作り手ということじゃなくて、食の専門の知識を持たれて、はい、さらにそのいろんな原稿を寄稿される、あるいはその文書にして出すということがあると。そうですね、私はそれが今メインということ で、 そうですね、他にもいろいろ商品開発ですとか、はい、そういったお店のプロデュースですとか、うん、そういったこともやらせていただいて。そうですね、店舗作りですとか、はい、それからメニューの構成ですとか、はい、だからいわゆる料理研究家というのは、うん、何をどう入れたらどういう味になるよというのがアドバイスですけど、美味しいものを作って、うん、美味しいよと食べていただくのが作り手さんだとしたら、その作ったものをこう どういうものなのかっていうことを、はいはい、情報を発信していったりとか、まあ、その美味しいものを出す空間作りのお手伝いをしたりとか、はい、そういったことをしています。わかりました、はい、それでは早速ですが、その、はい、寄稿されている原稿を、ね、お出しになっていることについて、はいはいはい、お話しください。まあ、今こんなことをしているんですけれども、はい、ちょっとその前にこれ去年、商品開発のお手伝いをしたなめたけなんですけれども、はい、今6種類ほど作らせていただいたのが今絶賛発売中です。これ滋賀の里って書いてありますから、はい、中野かな、うん、そうです、
中野にある高見沢さんという会社の、はいはい、高見沢さん、はい、商品なんですけれども、なめたけをいろいろこう試食をして、はい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 、味を決めて、これ銀座中野にも出てます、出てるよね、はい、うん、よくご存知ですね、はいはい、で、あとはこれは、長野市民新聞、はい、長野食祭人ということで、あ、食祭人、食祭人、あ、はい、食祭人ということで、はい、月に一度連載させていただいているのと、はい、あとこれは信濃毎日新聞、あのナーノちゃんクラブという、信濃毎日新聞を撮っている人向けのサイトがあるんですけれども、はい、そちらで信州フード記ということで月に2回、はい、そうですね、長野県中を、ま、あの取材して回って、はい、書いてます、はい、で、これがその食祭ビト、ビトビトね、はい、であの松代でも3人ほどご紹介させていただいてまして、あ、はいはい、あの 金松さんね、はい、小山社長、あと宮崎さん、はいはいはい、はい、そして私ですね、はい、日本さんも昨年11月だったですかね、そうですね、はいはい、ちょうどあのアンズオープンウィークが終わって、そうですね、はい、あのこの食祭人の、まあ、まさにこのタイトル通り、はいはい、これは人をこう、そうですね、まあ、あの北信地方 の、 あの食を彩る人ということで、人たちということ、はい、人のご紹介、そうです、さっきのナノちゃんクラブの方は、あの人というよりは、はい、まあ、あの地域 の、 あの行事だったり、あの郷土料理だったり、うんうん、まあ、これがナノちゃんクラブのサイトなんです、はい、こんな感じでやってるんですが、はい、私もこれお気に入りに入ってますよ。あ、そうですか、ありがとうございます。冷ややっこの、そうですね、はい、あ、前ね、あ、ありましたね、はい、これからしなんですか。からしです、昭和なんだよね、しょうがないですね、それ、え、しょうがない、すみません、笑うところです、笑うところです、まあまあ、あの分かる人だけで結構です、はい、からしなんですよ、あ、からしね、はい、生姜ですか、生姜と、何ですか、いやー、しょうがないから。あの昔あのラッパを吹いて、やっぱさあ、ありました、はい。あれからしだよね。からしが、そうだよね、この競技みたいなところにこう、はい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 、ペロってね。そうですね。もう当たり前のようにからしだと思ってたんですけど、はい、どうやら違うという方が多くて。これね、フェイスブックでは皆さんの、あの、はい、あれはどんなですかなんて言ってやってますけど、はい、そうですね。あとはどんな方法でその取材されるときには、そうです。まだ。まあ、新聞やテレビから情報を、うん、あの仕入れたりですとか、あとそういう詳しい人にお話を聞いたりですとか、もちろん自分でね、こういうわけですね、そうですね、あの、行かな、行って食べてみないことには、うん、まあまあそういうことですね、そういうことですね、100分は一食に近づくということです、この間あの聞き酒をやってるというね、フェイスブックでありました、はい、なんか羨ましい、はい、いい仕事してますねって言って、ね、私コメント入れてきましたけど、はいはい、そうなんですね、そしたらあのおつまみは食べちゃいけないですね、そうですね、あの、他のものを口に入れてしまうとその味が残ってしまうので、ね、あのそういう味を聞き分ける、うん、あの味を見るときには必ず他のものは食べないで、うん、また前の日からあのちょっとコントロールをして、してね、味の濃いものは食べない、うん、食べないようにね、してますね、毎晩聞き酒やってる人もいますけどね、そういう方の方がもしかしたら、うん、いいかもしれない、ね、聞けるかもしれない、うん、お酒は聞けて人の話聞かないという、まあ、失礼しました、リハーサル通りに原稿戻しましょうかすいません、はい、あ、プロフィールご紹介するの忘れてましたけれども、はい、あの東京の、ね、国立音楽大学をご卒業されて、はいはい、テレビの映像制作会社にお勤めになられた、はい、そうですね、そっち側にいた、そっちの方の、ああそうだね、こっちのね、はい、そうね、作る方ね、はい、そして長野に戻られて出版会社へ、はい、そうですね、その間、はい、いろいろやってたんです、今あってね、はい、で出版社で、まあ、食に関するあの担当をすることが数多くありまして、うん、まあ、長野県いろいろ、はい、あのいろんなこう食文化があるということに気がついて、うんうんうん、まあ、そっちの方に興味を持つようになったんですけれども、ちょうどこういうフードアナリストという資格があるということを知って2013年そうですね、1月に取得された、取得したのがそうですね、うん、で実際にそれを使っていわゆる武器にして、はい、その活動をされて、はい、プロになったのは同じくらい、大体同じくらい、
そうですね、それに並行して、まあ、あの4級、3級、2級、1級とかを進めていくんですけれども、まあ、2級の頃からちょこちょこと始めて、まあ、1級取った時からだんだんこう活動が本格的になっていったという。そうかそうか、じゃあいきなり、そりゃそうだよね。そうなんです、いきなり1級は取れないので、4級、3級、2級、1級と、はいはい、でその長野県にただ一人ということでかなり厳しい試験というか難しい試験ということで ね、はい、でねお聞きしてますけども、はい、あの先ほどお酒の利き酒のようなんですけど、はいはいはい、お酒ではなくてあのゴミ甘い酸っぱい辛いとかそういったものを、はいはいはい、あの味を聞き分けるテストというのがあったんですけど、あの 1%、はいね、1% ですからそのペットボトル1本の中に小さじ1杯の例えばお砂糖や塩とかが入っていて、塩とかね、でそれをペロッと舐めて、まあ、あの紙コップに、あ、紙コップに入ってて、透明のコップに何種類か出てきて、うんうん、これが甘いとかこれが酸っぱいとか当てるんですけど、はい、あの多分ゴミ全部あれば消去法でいけると思うんですけど、脱水で 2,3 種類出てくるなので、まあ体調によって口の中の環境も違いますし、かなり難しかったです。一番難しかったのはどの味でした？真水と甘みっていうのが、あの水にも若干の甘みがあるので、あの甘みと水をあのこう聞き分けるのが大変でした。豊坂のお水美味しいと思わないですか？美味しいと思います。美味しいですよね、はいはい、じゃ間違ってなかったな、はい、よかった、はいはい、何かあの取材されててそのご苦労ですとかねエピソードとかありましたらご紹介します。人間なので好き嫌いというのも当然あるじゃないですか、はいはいはい、あの嫌いなものもあの食べなきゃいけないっていうのはなかなか大変なものもありますし、うん、あとはあの取材で1日、まあ、朝昼晩普通3食食べるんですけど、3食だけじゃ間に合わない取材っていうのがあるんです、はい、まあ、そういう時にはお昼2カ所行ったり。あ、なるほど、はい、お腹いっぱいになりすぎちゃう。そうですね、あのお蕎麦屋さん3軒はしごとか、ね、羨ましい、胸焼けないですかあります。 なるよね、はい、あります、はい、はい、そんなのは大変です ね、はい、いろいろ ご苦労もある中で、はい、昨年その先ほどちょっとお話をさせていただきました、はい、安蔵コアの開発、はい、住民自治協議会の中の職能チームということで、はい、ちょうどお二人でね、はい、組んで、はい、あのチームに入りました。そして翌年、安蔵コアということで、はい、松代名物にしましょうということ で安蔵コアを松代の名物に育てる会ということで、はい、去年お手伝いをさせていただいて、はい、これは、まあ、マキさんが撮ってもらった写真ですね、はい、写真と、あとチラシを作りましたね、はい、チラシを作って、はい、あと1日あの金箱亭で講演をやらせていただいたんですけど、そうですね、講演の時の写真ありましたっけかね、はい、うん、講師をね務めて、はい、これ私です、はい、これがあの姫、姫じゃないですよ、姫、すいません豊姫、ね、豊姫様、はいはい、で試食をしていただいてというようなことね、まあ、こういったようなあの講演活動もそうですね、はい、ただおやりになってらっしゃるということで、はい、初めの頃は私銀座長野でなんか、ね、そうですね、食について、あのジビエの講演をやらせていただいたんですけど、はいはいはい、まあ、そういうあのジビエの普及の仕事も、はい、あの多く今はあの多くは鹿の肉ですか、ジビエは ね、 そうですね、鹿が、はい、あの鹿が増えてしまっているという問題の対策、うんうん、も兼ねてあの、はい、普及活動をしているんですけれども、あのジビエの普及活動、ジビエの何かあります、はい、ジビエ、まあ、ちょうどあこののがありまして、はいはい、来週なんですけど、あ、来週ね、はい、はい、10月29日土曜日、はい、これはあビッグハット、ビッグハットで、はい、長野市農業フェアということで、すいません宣伝になっちゃいました、いいですよ、あの長野市産の野菜とジビエを使った簡単料理ということで、ヴィラデマリアージュというあの結婚式場の小林シェフと一緒に2つのお料理を無料であの試食をしていただく分を配布をして、あのトークショーを1日2回試飲はないですか、試飲はないんです、ないです、残念です、ご持参していただければご持参、はい、持ち込み OK、はい、あ、いいですね、鹿肉とぜひ合わせてお酒も飲んでいただければ、うんうん、
まあ、だいぶ時間も過ぎてまいりましたけど、はい、よく松代はですね、食べるものがないって言われるんですよ、ね、はい、でこれは非常に私食を担当しててね心外なんですね、はいはい、でその食べるものがないっていうおっしゃる方のいろいろこうお話を聞いてますとね、その本当に食べるいわゆるものがないわけじゃなくって、はい、あるガイドさんに聞いたら、その人に勧められるようなものがないというようなことで、私も漁業組合の、ね、役員を仰せつかりながら、はい、その辺の観点からいわゆる告知をするっていうかね、松代にこういったものがあるんだよということを、はい、やっぱり皆さんに知らしめることが大事だろうということで、でこの安蔵コアウィークで安蔵コアを広める、はい、町の名物にしたいということもそれも含めてそうですし、それからホームページの方の充実をしたりとか、はい、それから漁業組合のその地図を作ったりとかですね、でまあちょっと変わったあれで各お店のメニューを冊子にしましてね、はい、で町歩きセンターですとか、人が多く集まるところに置いてあります、まあ、これはちょっと画期的だったんじゃないのかなと思ってはおります、はい、今後ですね、こういった活動も私も個人的に進めていきたいんですが、はいはい、何かアドバイスいただくようなことありますか？そうですね、ギャラなしですいません先に言われちゃいました、はい、そうですね、まあ、数年前に比べると食べるものがないっていうのはやはり昔から私もよく耳にすることなんですけれども、徐々にこうステップアップはしてきてるなというのは感じているので、はい、うまく情報発信をしながら松代の良さを伝えていければなと思いますし、うん、そうですね、まあ、そういうお手伝いも微力ながら、はい、あれですね、はい、しゃべくり松代でこのお店の、ね、はい、まあ、個々の宣伝はなかなかできないんで、うん、はいはい、やっぱり長芋を使った料理のご紹介ですとかいうのもね、はい、含めてまたいろいろと研究もしていきたいと思います、はい、その説にはぜひアドバイスを、はい、もうやらせてあげにいかないですまあその説はそれなりの、ね、はい、ものでまたしたいと思います、はい、本日は一級フードアナリストの中島真紀さんを迎えしましてお送りをいたしました、しゃべくり町長の313回でございます、本日はこの辺で失礼をしたいと思います。ありがとうございました。いや、宮田さん先言っちゃった。いや、宮田さんって言ってからね、いや違いますねって言おうと思ったのが先に言われちゃったな。はい、さっきね、前段にちょっとお話できなかったんですけど、10月22日土曜日、松代高校が110周年ということでね、式典がございました。まあ、タイミング的には本当は今週あたりこう、ね、式典の様子だっていう話もしたんですけど、今日もう中島さんのご都合もあって、ぜひ今日は私のね、出番ということで、はい、なりましたけど、余計な話ですいません。いやいや、今ね、はい、フードアナリストってね、私初めて聞きましてね、いい職業ですね、素晴らしい聞き酒のとこだけでしょ。いやいや、美味しいもの食べられてね、うんうん、今日は美味しいもの食べて、明日はお酒でね、じゃあ今日つまめ食べてから明日お酒飲めばいいな、いや、うん、いい職業だなってね、うん、もう50年前に知ってればね。だから本書かなきゃダメなんですよ。飲んで目覚めると忘れちゃうでしょ。そっか、俺はね、書くのはね、恥書くの慣れてるから、そう、本書くのダメだな。 あとほら吹くと、ね、ああ、それ吹くのね、うん、私も吹くの上手でしょ、うん、机の上吹いたりね、いろいろ。はい、お知らせ、はい、はい、お知らせ、はいねえ、漫才じゃねえからね、はい、そう、はい、町づくり研究会毎月やってます。10月の定例会ということで、子ども食堂の作り方、うん、今日のね、フードアナリストいろいろこうお話ありましたけど、子ども食堂、個食一人で食事をしなければいけないというのは、なかなかね、ご家庭で、満足な、そういった意味での満足な食事ができない方がいるんで、そういった場所の提供というようなことで、
いろいろ小林道夫さんお招きしまして、うん、NPO ホットライン信州の理事さん、うん、子ども食堂を全国にこう増えてきておりますので、実例を挙げながらどんなようなことかということでね、お話をいただくということですね。今週ですね、はい、27日27日の木曜日、はい、夜の夕方の7時から9時までということでね、はい、2時間よかったです ね、 ねお互いに読みながらのご案内でございました。はい、ということで来週の予定を、はい、来週の予定、はい、予定は、はい、宮沢さん、私じゃないですか、私じゃないですかって分かってんじゃないですか、もう。はい、はい、私ね、来週、以前にね、そのスタッフの方にお見えいただいてお話しいただいたんですけども、今回はですね、施設長さんにね、おいでいただいて、施設長さん、施設長、口回らないんですよ、はい、ふれあい荘、ここにね、書いてね、三田さんに忘れられちゃったよね、もういない人もすぐ罪にするね、はい、ふれあい荘ですよ、そこの、あの施設長の、宮沢さんにおいでいただいてね、あ、ここね、カンペがあるんですよ、はい、施設の中で生き生きとした暮らしを目指してということでね、今読みましたけどね、はい、はい、いいですよ、それで、ね、内容的にはね、いろいろお話しいただくんですけども、あの、あそこはね、いろいろなことをイベントやってるんですよ。だからね、一応内容的にはね、地域とのつながり、お祭りやったりですね、各種イベント、お祭りもね、中のお祭りも外のお祭りとかね、あと地域の運動会とかね、出てたりね、いろいろしてるんですよ。そしてね、一番はね、食事に力を入れてるんです。嚥下障害用の、なんだ違うわ、嚥下障害に対応した嚥下障害に対応、俺は嚥下障害みたいな、嚥下障害に、ね、対応した食事場を、ね、力を入れてるんですよ。素晴らしいですね。そんなようなお話を、ね、いただこうと思ってるんですよ。また嚥下障害についてはまた来週の番組の中で ね、うん、そうですね、ご案内をしたいと思いますが、はい、はい、そうなんです、はい、それではいいですか、はい、もういいですよ、ね、来週しゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。